2023年1月の 24? 水曜日かな、わかんない。冒頭からボケボケです。すごいです。なんか人狼屋みたいになってますけど、今日はトリコロールにしようと思って、紺と赤と白。メンズファッション多めですけれども、いつもテーマを決めてコーデしています。ピンクがあかんわ、これ白にしなきゃだね。人狼屋スタイルです。リアルの流儀へようこそ。こちら50歳主婦リアルの波乱万丈なおしゃべり Vlog となっております。体調不良なんかもありますし、いろいろややこしいこといっぱい抱えてるんですけれども、全部ひっくるめてまるっと楽しんでいきたいと思っております。アラフィフ世代の皆様の気になる話題がてんこ盛り盛り込まれたチャンネルとなっております。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。この郵便物をポスティングするために外に出てきました。1日1外出、ここのとこできてないから久しぶりに外に出ます。1日1外出というのは、1日1歩でも外に出てデブ症や引きこもりを克服するというミッションです。あ、寒、めっちゃ寒いよ。今日雪って言われてたからね、夜中雪みたいですけど、もうめっちゃ寒いもん。今ねもう降ってきそう。新庄のダウンを着てきました。今日もすっぴんです。基本すっぴんの主婦 YouTuber ですが、ファッションやユニクロが大好きです。サブちゃんも見てね。スマホが新しくなりました。これはね、夫のせいで。せいでって言ったら怒られますけど、私は iPhone15 が欲しかったんですよ。ところがモラオが、あ、モラオって私の夫、モラハラ夫なんですけど、パソコン教室で iPhone 講座を受けることになりまして、そこで iPhone が必要っていうことで、 Android しかなかったので、私の古い iPhone を使って、通うっていうことになりましたんで、私がもう一個 iPhone 必要になりまして、14を買わざるを得なくなりました。動画がね、ブレないっていう話だったので試してみたいなと思って出てきました。ついでにちょっと散歩しようかな。風邪の症状みたいな、しんどいみたいな感じがないので、ちょっと歩こうかな。はい、体調不良がお友達の50歳主婦です。料理ね、もう手抜きしたいから、焼き鳥みたいな買いに行こうと思ってるんですよね。あれ雪みたいな降ってんじゃん、これ違う、ゴミ。ゴミと雪一緒にしないで。なんかいつも私寒い中散歩してんだよな。編集の関係上そうなっちゃうんですけどね。編集に苦しむのは YouTuber あるあるかと思われます。思われます。これマスク、このピンクあかんわ。ずっと前に買ったやつなんやけどね、なかなかなくならなくて、使い切りたいから、捨てたくないからね、使いますよ。どうもこのピンクのマスクが気になるようです。リアルさん気になるようです。そして買い溜めたマスクは使い切りたいんです。なんでもね、捨てるのは良くないと思って、使い切るのを目標にやっています。もうミニマリストではありませんと公言しております元ミニマリストですが、何かとこだわりの多い主婦です。こだわりです。なんかお魚屋さんがあったな、取りやめてお魚にしようかな。ブレてんのかな、ブレてないのかな、全然分からへんわ。一緒ちゃう。 iPhone13 から iPhone14、 何の進歩もない気がする。がっかり。雪降ってるんですけど、もう帰ろう。寒い。なんで雪の中私散歩してんやん。郵便物だけ投函して帰ろうね。ポストどこ？あー、そうなる。寒いって。雪降ってるもん。なんか今年寒くないですか？早く春が来ないかな。母の施設の書類と息子の指の怪我を塗った保険の請求、これを出します。これ写真撮っとかなきゃ。私は業者なんて1ミリも信用してませんからね。送った証拠の写真を必ず撮っておきます。これめっちゃ寒なってきたんですけど、風がうわすごい、あの、まあ、前に進んで、うわ、3分かえるもん、かえるかえるもん、うわ、目にゴミが入った、うわ、うるせえ、うまいや、うるさいの、寒い、信号待ちきついんですけど、これ結局帰ってきた。雪に負けてしもた。焼き鳥も買ってないし、お刺身も買ってない。ご飯作らなあかんけど、しゃあないね。寒い中、買い物に行くより料理する方を取りました。胃がもたれてきた。胃薬飲もう。帰ろう。もう顔も痛い。もう調子があんま良くないわ、やっぱり。顔色が悪いんやけど大丈夫かな。油断すると不安になります。不安は体調不良のせいですね。ホリエモン曰く。すごいけど、めっちゃ大雪なんですけど、雪国なんですけど。ちなみにこちら、南国の徳島です。いやー、これこんなか息子大学行くって言ってるけど大丈夫なん？おっと仕事行ってるけど大丈夫なんこれ。いや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 、怖いわ、寒いわ、いや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 、もうほんま、引きこもる。
引きこもる大島。はい、そんな寒い寒い一日を過ごした翌日の夜、波乱万丈な人生にまた新たな波がやってきました。奇跡でしょうか、運命でしょうか、そんな再会の夜が訪れます。だけど今度の波はハッピーな波になりそうです。それは一通の LINE から始まります。いとこのお兄からの LINE です。今池上さんと今飲んでる、来るって。いとこのお兄は酔っ払ってるんでしょうか。文法がおかしい。本題に入る前に捨てて後悔したものについて話したいと思います。ちなみに私は今ミニマリストではありません。正確にはミニマリストだということをやめました。自己流ミニマリストと言っていたとはいえ、あまりにも世の中のミニマリストのイメージとはかけ離れた生活をしていますし、関係ないですけど滑舌も悪いですし、自分がミニマリストだと思っていた時、物やことを捨てて後悔するなんてことは絶対にないと、なぜか変な自信を持っていました。しかしここに来ていろいろ後悔していることがあるんですよね。その一つが人間関係です。頻繁に連絡取らない人とか、お付き合い程度の人とか、私と付き合いたいと思ってなさそうな人とか勝手に決めつけて、年賀状なんかは当然やめたし、連絡先もほぼ削除しました。人間関係を捨ててしまって後悔しているとともに、これからは失った人間関係も取り戻していけたらなと思っています。超高速で化粧したわ。今何時？8時過ぎ。全然わかんないじゃねえだろ、腕時計してるんだからさ。こやつ私の愛すべきモラオです。8時過ぎ、夫と出かけております。急遽呼び出しを食らいました。先ほどの LINE ですね。モラオと私が知り合った会社の元同僚、池上兄さんと言いますけれども、その兄さんと私のいとこのお兄が一緒に飲んでるとかで、出てこいよって、びっくり仰天ですよ。いとこのお兄は徳島在住なんですけど、池上兄さんは確か横浜の方だったと思います。わけもわからず二人して駆けつけているところです。いや、ゆっちゃん行けなくない、いけなくないけど、ちょっとこう様子見ながら。このいとこのお兄っていうのは、私が以前からよく言ってる YouTube をやるきっかけをくれた人です。そして池上兄さんには、私が YouTube をしてると言ってないどころか、何年も音信不通だったので、YouTuber であることは、様子を見ながらカミングアウトしていこうかなと思っていました。寒い中、息子に送らせて飲みに行きます。息子二十歳の成長を感じる瞬間ですね。感慨深いです。体調良い方で良かったわ私。でももう無理したらあかんな。私、体調不良系 YouTuber です。夫と私が知り合った会社の元同僚が徳島に突如現れ、呼び出されました。なんとこの池上兄さんはとっくの塔に脱サラしてらっしゃって、青年実業家なんですけど、今度徳島でビジネスをされるそうです。塩息子のソルがしぶしぶ登場しました。鍵渡しとこ、これな。一応 LINE 見といてな。こんな遅くならへんと思うから。遅いは助からないけどな。あ、そうなん。今から寝るつもりやから。え、私も夜更かしですけど、息子は完全に昼夜逆転しております。不規則です。自由人。免許持ってない。安全運転でお願いします。これずんちゃん、あのちっちゃかったのに送ってきてもらったって言ったらな、あんた怒ってないな。池上兄さんは息子が幼少期に自宅に遊びに来てくれたことがあって、一緒に遊んでくれました。15年は余裕で経ってます。見てくれてよかったな。なんで来るながらばいいのに。こんな寒くなかったら歩いて行ってるわよ。いや、遠いな。遠くないの。いつも行く時お父さんと歩いてて。最近の若いもんは全く歩こうとしません。なんで風呂も入らず寝ようかな。めんどくさいとか眠たいとか、どうせ無理とか、わかんねえとか、知らねえとか、そんなんばっかり、うんざりなんですけど。池上さんって言うと徳島に家買ってんだよ。先
ほども言いましたように、池上兄さんは実業家です。メディエンスという会社の代表さんですね。不妊専門クリニックのサポートとか、医療関係ね。あとは世界初のいちご専門オンラインスクール、いちご大学なんかもやってらっしゃいます。面白そうでしょ？そして、リトリート、民泊も手掛けておられて、この度、徳島県の神山で、新しい民泊を立ち上げられるそうです。ここで曲がらないと。こっちから行ったらなんかぐるっと回らないの？うん、まっすぐ行って、左にな。うん、斜めにこう。塩息子ソルは、モラオの血を引いてポンコツくんです。道の説明に苦戦する母。これを、ブイーンと。こっちで？あの筋。めっちゃわかりやすい場所なんですよ。息子がいつも通ってるとこなのにね。まあ送ってもらってるから文句は言えません。明日は？パソ？いるから。テストは？ないし。それ終わったらパソコンのさ、修理って？ああ。パソコン修理の見積もり持っていいからか。反抗期のガキか。何かまだ分かれへんのにいかんとか言いやがる。パソコンを壊しててね、保険が降りるかもしれないから、修理の見積もり持っていかなきゃいけないんですよ。なかなか言ってくれない。多分角っこやと思うんだよ。あ、これ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 。ここここ、ここ、ここ。うん。反応が遅いというか鈍い。またまだ連絡するから。注意しとってな。ありがとう。気ぃつけてね。バイバイ。塩息子のソル、おかんに釣られてバイバイって。可愛いやないか。頼りないけど許す。ドキドキしながら待ち合わせのお店に向かいます。え、どうしたらいいんだろう。どうしたらいい？入ればいい。もう入ればいいけどさ、なんて言えばいい。待ってる人に電話して着いたよって言うとか、お店の人に予約してる人の名前を言うとか、いろいろあるだろう、本当にも。すいません。2人先に来てると思うんですけど。あ、そうなんや。呼ばれてここに来てって。ちょっと待って。はい。ほら。偉そうに言って自分は私の後ろに隠れてね。見えてるけど、でっかいから。何の役にも立たないデグの棒が。もしかしたらいられるかもしれない。はい。ああ、兄さん、お久しぶりです。なんか、お仕事の場じゃないんですか？いや、いいのよ、兄さんとお兄、ややこしいね。二人で飲んでると思いきや、兄さんのお仕事のパートナーの青年が一人いらっしゃいました。いやー、びっくりしました。久しぶりです。嬉しい。兄さんと再会して一言目が、嬉しいなのが嬉しかった。なんせ15年ぶりぐらいですからね。ご無沙汰してすいませんでした。改めまして、乾杯。すいません、あたり乾杯しましょう。はい、乾杯、お久しぶりです。ほんまやわ。徳島が賑やかになりますやん、兄さん来たら。さっき私、横浜って言いましたっけね。横須賀だったかも。兄さんは横須賀と徳島をこれから行ったり来たりされるみたいです。頻繁に会えたら嬉しいな。ぼっちやから。私もやけど、遊んであげてください。そう、私もなんですけど、モラオが喜んでます。昨年2月から転勤で徳島に来て、知り合いはゼロです。趣味なし、コミュ障、妻頼り、休みの日は寝てばかり。裏の畑あるんやけど、近くの野生の、なんか出たで。すだちビールのすだちの種ですね。失礼いたしました。そしてこちらはいとこのお兄です。残念ながら顔出し NG。 野生の鹿くんの京都にいるんでしょ。そしてこちらの顔出し OK なのは、私と夫が知り合った会社の同僚の池上兄さんです。伏見に住んでたけど、友達の家、大悟の山のふもとに住んでたけど、庭に鹿出るんですよ。兄さんが民宿をされる神山っていうところに鹿が出るそうです。市内から車で40分ぐらいらしいんですけど、野生の鹿っているんですね。鹿を狩猟免許取って、鹿取るとこまでやると。兄さんがね、私に民宿手伝えよって、しかも鹿を取るとこまでやれって。鹿だけにアーサブ。それは兄さんがやらない。何でもやる。仕事とバイト感覚で行けるの。兄さんは私が会社で知り合った後、数年で脱サラされてね、実業家なんですよ。それで私に、結婚退職した暁には仕事手伝えよってずっと言われてて、結局そういう機会はなかったので、お手伝いするには至らなかったんですけれども、まさかのこんなに長い月日を挟んでの
再会がやってくるとは、私もね、できる限り協力をさせていただこうと思っています。お世話していただいて、なんかアルバイト行ったんや。もう体調めちゃめちゃ悪しってさ、これ2つ返事で任しといて兄さん私にって言えてないのは体調不良があるからなんです。40ぐらいから始まったこの体調不良のせいで、私は人生を無駄にしてきたような気がします。なかなか思い切れない私の重しになっています。すごいよ、もう落差が。日替わりどころか時間で体調が変わっていきます。去年は子宮内膜ポリープのことでも振り回されまくって、一昨年は小腸がん疑いで振り回されまくって、病院に行くたんびに次から次へと新しい試練が訪れます。だからもうあんまり病院行きたくないんですよね。結局全部疑いで終わってんですから、大丈夫だったんですから。でもまあ病院から遠のいてる間に手遅れになるっていうこともあるから、もうその辺は慎重にですよね。私はなんちゃって薬剤師ですので、あんまり知識ないんですけど、兄さんはすごいんですよ。皆さんいろいろ教えていただきましょう。この先ね、一時期すっごい体調悪くなった時にミストイックにやりすぎて食べるもんないみたいになって、それは分かる。そうで激痩せして、そうでも病んでいくみたいな。でも全部やめて、そうしたらまあそういうののストレスから解放されてか、まあそっちの方が調子がいいみたいになったんやけど、最近ちょっと行き始めた病院がね、徳島で。そこは消化器内科やねんけど、腸内フローラーとか栄養療法的な、分子栄養学的なのをやってる。体調が悪いって病院に行っても、大概気のせいやとかストレスのせいやとか更年期ちゃうかっていう風に片付けられてしまうんですけれども、分子栄養学的にアドバイスしてくれるような病院が見つかったんですけれども、ちょっとそこにも行けない理由があるんです。まあ血検査とかしたり、便の検査したりとかいろいろするやん。サプリの目とか結構言ってくるわけ。そこはね、想定外でした。それでまあアイハーブで買ったりして細々とサプリ生活を開始したんですけれども、割と高容量な、規定の容量を超えるようなんで進めてくるやん。メガビタミン的な鵜呑みにしてさ、素直にするタイプちゃうから、一応ちょっと怖いからとか調べるやん。そしたらほら副作用とかさ、なんかビタミンは意味がないとかさ、眼化するとかさ、いろんな情報出てくるやん。どっち信じたらいいのみたいになって、まあ、両方のいいとこ取ってちょっと自分に取り入れようかなと思うんやけど、先生に高容量で飲まないと意味がないから飲めとかって言われるわけ。サプリは私あんまり好きじゃないんですよ。高容量で飲めとか言われるとちょっと引いちゃうんですよね。私は規定の容量で飲みたい。まあ、そんなこんなで、その病院にも足が遠のいちゃっています。どんなサプリ使って自分で買えって言うねんね。多分そこまでは責任持てないって感じなんだけど、アイハーブとかで、ナウフーズのやつとか買ったり。一応買ったものに関しては、規定の範囲内で飲んで、飲み切っちゃったものに関しては、追加で購入したのは先生に別に勧められてなかったプロテインだけです。なんでプロテインなのって言われたら困りますけれども、なんとなく気に入っています。メンタリスト大吾師匠と同じプロテインなんですよね。今も飲んでらっしゃるかどうかはわかんないんですけど。医者の言うことよりメンタリスト大吾師匠の言うことを信じちゃうリアルです。波はちょっと穏やかになる。いや、あんまり変わらない。普通の薬だってあんまり効果感じないんですよね。私病院の薬も今あんまり飲んでないんですよ。その方が体調もいいような気がします。あ、でも一応皆さんは勝手に飲むのやめちゃダメですよ。お医者さんに了承を得てください。なんか飲んでます？プロテインは？食べ物で。ひとしきり飲んでるサプリについて聞いて、プロテインって言われなかったから、プロテイン飲んでないのって聞いてます。おやつちくわ。まさかのちくわです。徳島の竹ちくわ食べます。だから必ず美味しいでしょ。あれが一番いいサプリ。ね、県外さんもびっくりする。美味しいよね。亡き父の好物だった竹ちくわ、徳島の名物です。こいつにビール最高ですよ。いや元気そうな顔見れば嬉しいよ。いや、おい、こちらこそもう何も変わってない。いや変わってるよ。変わってないよね。変わってるよ。いやもう私はね、40ぐらいから体調崩してるでしょ。激痩せしては体重が戻り、激痩せしては体重が戻りしてるから、もう頬のねたるみなんかすごいんですよね。老化が著しすぎる。
もうここ 2,3 年の薄毛の進み具合もひどすぎる。なのに兄さんは元気はつらつオロナミン C、 若々しすぎてちょっと腹立つ。可愛いもんでもトライして会えんかったよ。いやずっと前だよ。京都にいたんかな。あ、そっか。あ、ホゲ5年か。今徳島にいんねんみたいな、うん、どこにいると思うみたいな感じで何年も前に同じようなことがあったんですよ。私が京都に住んでいて、池上兄さんと私のいとこのお兄が二人で徳島で飲んでて電話をかけてくるって。もうそれがもうかれこれ何年前、話するのもそれ以来のような気がします。会うのは20年ぶりぐらいでしたからね。ほんと運命の巡り合わせみたいなものを感じました。これるのがすごいよ。そうそうそうよ、今ね。まさかここかと思った。めちゃめちゃ嬉しい。でも、もここは久しぶりやもん。幸せ。いや、ありがとうございます。いとこのお兄とも近くに住んでても滅多に会えないような感じやったし、池上兄さんとはもう絶縁みたいになっちゃってたんで、もう想定外もいとこ。だからいとこのお兄と池上兄さんが繋がってくれてたっていうことが、今回の引き金になってる。もう感謝しかない。だけど若い時から自分の大切な人と大切な人を巡り合わせるみたいな、そういうことがもう趣味みたいな感じだったからね。そういう若い時の種まきが今実を結んでるような気がする。私も偉い。お兄と兄さんにも感謝やけど、私自身にも感謝。成人式はうちの子京都で同窓会だけ行ってた。あ、うん、大切な人と大切な人を巡り合わせるのが私の趣味やから、息子を私の大切な人たちに紹介したい。別に自慢の息子とかそういうわけじゃないけど、大切な人同士が知り合いになってくれたら私の幸せにつながるの。それだけ。息子でも迎えに来さすよ。こういうフレンドリーなところが兄さんの尊敬すべきところ。私の息子に会いたいって言ってくれるなんて、もうそれだけで幸せ。もう単位はいけろ。知らん。ノータッチ。就職とか覚悟とかしよらん。全くしてないんちゃう。勉強とかしよらん。勉強もしてる素振り見たことないね。たまになんかパソコン向かってなんかやってるけど。教育ママももうそんなん全然あそうやけどってみんな思ったはんねんけど、皆さんも思ってるでしょ。こういうメガネしてる。それは似合うけどな。かけてましたから。なんか世界に羽ばたく人間はなんか英語も喋らなあかんとか言って、英語を活かしたりとか、水泳させたりとか、ピアノさせたりとか、習字させたりとか、ジャズとか弾いとったんよ。そうあるで動画。動画素敵やだけど今全く弾いてくれへんわ。そうせっかくやらせても全然意味ない。息子のジャズを聴きながらワインを飲むのが夢でした。そこで、あ、今度行ったってください。行ったことあるよ。乗ってるかもしれない。背183ぐらいで金髪とかしてますわ。183もある。あ、もう行きたい時のイメージしか俺はないから。もう大学行ってて、うん、180もうイメージないし。金髪よ、金髪。すげえ。今なんかアッシュグレーみたいになってるけど。女心と秋の空じゃないけど、息子の髪色七変化。子供らは大人すぎる。いや衰えてないでしょ。 YouTuber と絵本作家と実業家やから。みんなバリバリですから。私は体調不良ですけれども、負けずに頑張っております。皆様のおかげです。これ 撮るの撮ってるよ。YouTuber すごいね。いやだから頑張ってんだってば。じゃあ今何、もうサラリーマンやめて、今で23期目です。すごいな。あんまり言わないで兄さん。うちの夫が仕事辞めるとか言い出したら困るし、うちのモラオは寝るしか特技がないんだから。あとモラね、変な感じやね。変な感じ。いや一度に返してでも何が縁でね。そう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 、どうなるか分からんけど、まだいや付き合いがこう、今後とも。いとこのお兄とは幼馴染のように兄弟のように育ったんですよね。いろいろあってたまたま徳島に引っ越ししてきて再会はしたものの、なかなかね会う機会がなくて、今回がいいきっかけとなりました。非常に興味が湧きました。あ、そうなの。もう勉強もね飽きてもうやだと思いますね。まあ僕ですか、うん、まあ好きと絵が好きやけど徳
ことで得意なんだろうね。嫌な仕事は多分してないと思う。まだ営業も得意な場所やるけど、私たちは毎日嫌なことしかないの。転職って言うと楽しいか。ああ感じ悪い感じ悪い。こういう言い方しかできないんですよ、うちのモラは。あれ僕は逆にできるけど、だから逆に羨ましいよね。もう皆さんにモラオさん出さないでって言われそうやから、うちの夫退場いいかな、うん、この前キッズルームやって僕は出ないんですよ、そうなの、ちょっと見せるわ、あの先生が、うんうん、治療でお世話になったと思う、絶対それは言いますけど、うん、絶対分かると思う、みんなも息子もお母ちゃんも施設まで行ってもらってる、あ、ほんま、そうそう、絶対分かる、うちの親戚でお世話になってるんですけど、言うとこ言うとこ、家族でお世話になっている歯医者さんがあるんですけど、そこの歯医者さんの仕事を受けてて、うちの いとこがびっくりしました。歯医者さんに行ったら、うちのいとこが手掛けた、言っていいのかなこれ、壁画イラスト施されておりました、はい、びっくり、もう縁を感じる、なんかね、全部が一気に繋がったような感覚で、ほんと変な感じ。私の大事な人たちが、みんなが繋がっていく。なんか幸せ。15年ぶりぐらいにやった。また飲もうよ、ほんとに。岡山に住んだんですよ。YouTube なんでやり始めたみたいな。横須賀に住んだんで、一緒にしてるんじゃなかったんとかって言われて。で、今回、たまたま動画に撮っとったのよ。はい、あの時の動画の中で、私の YouTube をやるきっかけをくれたいとこのお兄がいるって話をしてましたけれども、その人がこの人です。YouTube の中でもどんどん全てが繋がっていく気がする。ジグソーパズルのピースが繋がっていくような感じ。撮ってみたもん。撮ってみた。あ、そうなの。全然気づかない。でも編集するやん。編集しまくるとこれめっちゃ大変やん。編集が。わかるわかる。死にそう。この動画を出すのに1ヶ月もかかってしまいました。よかった、親戚同士親戚同士いとこない、施設にいる認知症の母の妹の息子さんです。中学ぐらいからは疎遠になっちゃってたので、こうやってね復活できてとっても嬉しいです。兄弟がいないから兄弟の感覚ってわからないんですけど、なんかやっぱりちょっと男友達とは違う、なんか親近感がありますよね。ありがたき存在です。ちゃんと払うよ、ちゃんと払うから、ちゃんと働いてるんだよ、ね、嬉しいし協力したいのは山々なんですけど、体調とか自信がなくて二つ返事にやるやるって言えなかったんですよね。兄さんごめんね。でもここは私もチャンスかなと思っています。コンプレックス克服のチャンス。体調不良に負けるな。え、これが何？ナルト金時の塩バター。塩バター、そうそうそう、中華も、はい、福島美味しいよ。知ってる知ってる徳島良いとこ一度はおいで。勝手に徳島観光大使やっております。徳島人が意外とこれに分かってない。徳島の人は徳島の良さ分かってなさすぎ。私勝手に徳島観光大使って言って YouTube バンバン上げてんだけど徳島の人が視聴者になってくれて、私が食べに行ったとことかみんな行かはんねん。知らんしね、うん、徳島は車社会だし、皆さん意外とインドアらしくって、こんなにね大自然に恵まれてるのに、食べるものなんかも美味しいのが当たり前って思ってるから素晴らしいっていう感覚がないみたい。美味しいお店もいっぱいあるんですけど、意外と皆さんご存知ないです。私がいろいろ YouTube の方でご紹介していきたいと思いますので、参考になさってください。何の参考になるか知らんけど、いやみんな来て徳島、楽しいし美味しいから。徳島に縁があるっていうのはすごい。だからここも奇跡やな。そう奇跡よ、2人ともが知ってるっていうのはまた、ね、だって狙ってないから。ここ徳島って狙ってなくて土地買ったから。そうだよね。なんで徳島なの。全国でサービスリトリートを作りたいと思って狙ってたわけですよね兄さんはもうすでに青森、すでに民宿をあのオープンさせてるのかな、よく分かってないんですけど、怒られるわ兄さんに。2軒目を全国でサーチしてたんですって。たまたまその徳島の神山っていうところがヒットしてきて、で決めたそうなんですけど、私とか夫が徳島に来て、ましてや息子が徳島の大学に行ってるなんて何にも知らずにこの飲み会の場所に来てたんですよね。でいとこのお兄に、そういえばリアルちゃん徳島にいるんだよ、ご主人も息子さんもって聞いて、何呼びなあれって話になったそうです。そもそもね、
私たちの家族が徳島にいるっていうことも奇跡なんですよ。まず徳島にいるうちの母が認知症になって徘徊して警察に保護されて病院に放り込まれて、それを私が助けに来て、息子の受験と母の認知症のあれこれで徳島と京都を行ったり来たりしてたわけなんですけれども、息子がたまたまセンター試験の成績が徳島大学のレベルに合致して学校の先生に勧められたわけです。これはうちの母が呼んでるぜってことで、息子と私と一緒に徳島にやってきました。それで当時単身赴任をしていた夫はしばらく経ってからですけど、私の体調不良を理由に私がね、小腸がん疑いになったんですよね。で、まあ、結局、小腸がんではなかったんですけど、その小腸がん疑いになったことで、私がもうメンタルも、体調もボロボロになってて、で、夫が、ま、私を支えるために戻ってくるっていうことになって、戻ってきたんですけど、結果私は小腸がんじゃなかったっていうね。しかも、夫が帰ってくることで、私を支えるどころか、私のストレスになって、さらに心身ともにボロボロになって、あんた何のために帰ってきたんっていう事態になってたんですけど、まあそれは置いといて、ついこの間も子宮内膜ポリープの手術をするしないで、子宮内膜ポリープがなくなるっていう奇跡もありましたけど、もうとにかく奇跡が起こりすぎ。奇跡が起こりすぎて、何が奇跡じゃないのかわからない。すべてが奇跡だから、それが普通になってる。もう、わけわからん。神山のやつで。いや、もうバリバリしてる。バリバリしてない。うん。割り切った。ここから会話がね、交差してて、わけわからんのですけど、皆さん、私といとこのお兄の会話に注目してください。中耳してください。こういうのやらない。それはないけど、見ましたって。コメントくれ。信号待ちしてましたか。ユーチューバーや。いやいや、それはたった一人ですから。実況でしたらどう、信号。漢方、漢方素材とか調べて。上ちゃんと。編集しようとしたら。ちょっと凝りすぎやと。そうなんだ。もうちょっとこう、認知症ならない。知ってった方がいい。私の良さって何やろうと思ったら、だら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 めっちゃ長いこと喋るっていうのが私の無理なんやな。調査さんもすごいそれ喜んでくれてるから、最近むしろ長くしてて。もうメディア側の人だよね、話を聞いてる。一人で大河ドラマやってる。全部プライベート切り売りしてるから、出してないの実名だけ。旦那も顔出してるし、息子はちょっと隠してるけど。母も、もう父は亡くなってるけど、もう過去の写真とかバンバン利用して、もう全部出してる。やろうよ、やるよ。別チャンネルでもやっとったよ、ちょっとな、あれはもう、忙しいなりすぎて、まあでもまあ、え、ちょっと、出てよ、不妊治療の話でもする。してはるで、でも、不妊治療してはる人もいるし、してたっていう人もいるし、年齢層が割と高くて、65歳以上の視聴者さんがめっちゃいいんだよ。お姉様方、いつもありがとうございます。はい、今撮ってます。動画撮ってます。めっちゃ強いよ。角度これ問題ないですか？大丈夫です。ありがとうございます。美味しそうやね、刺身。食べてよ。わさびが落ちてる。どこに？乗せといて。なんかほのぼの。いつぐらいにできるの？リフォームするんでしょ？で今日ね、ヤマダ電機行って、エアコン買ってきて、壁紙も今日決めて。兄さんがそれ全部進めて、話決まってから知ったの。本格的に動き始めないと言えないから、みんなに。ああ、まあね。もう YouTuber いるし、育てる人いるし。育てる人ってね、もうポンコツやから。な？ポンコツとか言わんといて。もう認めてるもん、自分で。サラリーマン、もう俺も疲れた。ポンコツとサラリーマンに疲れたは関係ない。モラハラ夫のポンコツ夫。でも、それって、上手に。これいただいちゃっていいですか？カキフライは、ちょっと。あ、もう当たったんだろ、カキフライで。そうだよ。なんでや。生食べた。食あたりは地獄見るよ、気をつけて。いろいろ家庭的な、その、確執があって。みんなあるわ。あるわ、あるわ。もちろん。みんなある。あってやせやね。かまいたがりやね。兄さんは勘違いしてるかもしれへんけど、私じゃなくて、私の母ね。私の母が、過保護で過干渉だったのね。僕親とアダルトチルドレンとか言って、自分のなんかこう、コンプレックスとか、劣等感みたいなとか、真面目気質とか、子供の成長に親の教育は関係してるかっていうと、ほとんどが遺伝子やっていう話やけどね。
あとは外部での人間関係とか言うらしいけど、だけどその毒親的な育て方っていうのは悪影響を及ぼしますよね、子供の性格に。うちの子はもう21歳ですけれども、すごく気をつけています。今頃になって。息子が小さい時はできていたかどうか自信がないので、それを取り戻すかのように。結婚どこやったっけ？結婚式はあのハワイで結婚式して、そうか、そう、なんかどっかでやらへんかった。披露宴はマキシムでやって、読んだけど受けてへんかって。マキシムドパリや。そうそうそう、太った。あ、その時知っとった？知ってたっすか？え、知ってたか？いや、ギリ知ってたか知ってたか。いや、会ってない。披露宴来てくれてない。来てないの？そう、呼んでんのに来てくれへん。そう。だけどね、会社の人とかいろいろいたし。兄さん、早々に脱サラしてたしね。二次会で司会してくれる。あ、そうなんだ。そうそうそう。二次会行かんの？そうそう、親戚を二次会は呼んでない、逆に。友達と会社の人たちだけ。あれから何年だったんや。あれから23周年やったの。長い。何年？素晴らしい。 いやだけど10年間離れて住んでたから。よかったね。うん、離れてるからこそいいっていう。離れてたもんで持ってる。あ、亭主元気で留守がいい。離れるはいいよ。離れてる方がいいよ。もう結婚した時から仲悪いよ。ちょっと仲悪い時は知ってる。そう、単身赴任する時はもうほんまに離婚したろってお互いに思っとって、でその10年半離れてって、なんとなく歩み寄ってきてみたいな感じな。今一番仲いい。おお。これ動画やね、これこれ動画ネタやね。だけど単身赴任を終えて帰ってきて最初大変やからね。またね、また元に戻る。元に戻るっていうか、なんかお互いにうまくやっていこうとしすぎて、なんか空回りしてて全然違うしね。10年半も一人でいるでしょ。そうすると毎日自分好きなように毎日日曜日じゃない。文句言われることはないわけです。それはね、最強じゃん。文句言われるから。そうそうそうね。でもそうじゃん、パキパキしてるじゃん。だから、このマイペースがあったからこそ今から寝てるわけだから。今もね、もともとやってな、知ってる知ってる。一人でいるのってさ、いや、もともとほら年齢差がある。そうそう、聞きました、皆さん、出ましたよ、モラオ発言。何が一人でいるのってさ、いいよいいよだよ。本当に私と一緒じゃないと何にもできないくせに。そこの草なんだ。そこも、そこも好きで結婚してるから。どうやろ。いやいや、あったよそういうとこは。そうかな、聞いてて。兄さん、なんか決めつけてはりますけど、結婚なんてね、事故みたいなもんですよね。皆さん、そんなね、冷静に相手のことをね、見定めて結婚できる人なんて、ほんと一握り。みんなね、結婚してから後悔するんですよ。ね、皆さん。まあ、夫婦お互い様かもしれませんけど。まあ、わかんないけどね、俺。続いてるということが素晴らしい。そうね。俺なんかもうほら、もう、誰々こんな形に変えてるんか。まあ、確かに、これが私と愛すべきモラオとのベストの形なのかもしれません。兄さんにもいろいろありましたね。兄さんに幸あれ。カードでいいの？はい、お会計タイム。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。今日は大阪のおばちゃんみたいなおっちゃんがいっぱいいるんですけど、徳島の文化かしら。うちの母の姉妹とか、母の友達同士とか、会計でいつもこんなやりとりしてましたよ。ちょ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 、私に払わせて、あんた何言うてんの、ここは私が、何言うてんの、あんたもうそんなあかんとかいうやりとりを延々やってましたね。吉本のコントみたいでした。割り借りしようよ。ごめん、今日は俺に持たせて。そうなん、ごちそうさま。無理やり呼んでるから。いやいや、進んでやで。いや、次はさ、俺に払わせて。俺に払わせて。言い方キモいね。いつでもあのウェルカムですので。オープンしたら絶対行きたいわ。息子連れるわ、じゃあ。うん、いいで行くわ。泊まれるね。泊まれる、泊まれる。泊まれるようにしようと思う。そこ行ったらやっぱ泊まりてぇわ。近いけどね、こっから。これは都会の人やから言うと。徳島からしたら遠いと思う。これはね、徳島の人って交通手段って車じゃないですか。車よ。県民性。もう東京で勤務するのに群馬とか埼玉から通勤で来るみたいな普通やから、だから遊びに行くとかでも車で横浜までとかが普通っていう。今とかでも夕方出かけてんねんね。今から神戸行こうとかって行くから。ああ、そうなんだよ。全然。そうでしょ。うん。あ、300キロ。
レシートか領収書は嫌ですか？いらないです。いやだから300キロですよ。かっこいいな。いや、あれ、領収書いらない。兄さんの腹いっぷり、男前、関西の男の人にしては珍しいと思うよ。生のお肉大丈夫。誰と食べるかじゃないです。車消化の力も誰と食べるかで変わるから。いいんや。生の肉に当たるかどうかは食べる人によって変わらんと思う。3人で人生で何回目っていうぐらいの家族旅行に行ったわけ。私たち家族が3人だけで行った旅行は3回目ぐらいでしたね。10年ぶりとかだったかも。どこ？神戸よ。神戸に行くね。2年前。ステーキでも行くか。肉食え、肉食え。息子に食べさせて。ありがとうございます。何それ？血便。高熱。池上兄さんにしてもいとこのお兄にしてもリアクションが素晴らしい。うちのもらおうとは大違い。カンピロバクだ。どこどこ？カンピロバクだったの。うん。これでも訴えたな。うん、でもいけたかもしれんな。うん、なんかその発想がなくて。息子だけやったっていうのもあるし、なんかちょっと言いにくくてね。変なとこ気がちっさい。ほんでなんか手続きとかめんどくさそうやし。カンピロバクターはきついよ。辛そうや。辛い。すごくね。すごくね。ほらコロナやからさ、もうそんで車もなかったし、病院行っても受け付けてもらえへんで、寒い中さ、そこで待たされてさ。ああ、そう。もっとまだいなかったから、そんで。焼き鳥ってまあ一応言ってみてるけど、夫なんかいても一緒。ポンコツすぎて煩わしいだけ。ミリアムって言ってんのにね、レアにしかなかった。お店の人がお坊ちゃまだから。そうそうそう、一番に。レアは自分らは誰かな。私はウェルダンやから。ああ、そうか。チコちゃんもせめて、ね、ミディアムぐらいにしとけば大丈夫だったよね。いやでもミディアム言うたんやけどな、うん。もう私は二度とステーキ行かないって思いました。焼き具合を自分で調節できる焼肉に限ります。はい、ここでリアルトイレ小休止。戻ってきたらちょっと次もう一軒行く。すぐ近く、あの隠れ家みたいなとこ。この間スタッフは知らんか。出るよ、だって紹介してくれて。あ、そうか、うん、池上さんとこの間言うとった、うん、めっちゃつながってるな、みんな。どこにいんの？徳島にいる。いる？読んだら来るかもな。読んだら読んだらいっぱい飲みに行こうへん。もうこのモラオはほんまにノリのいいこのお二人とは大違いよ。島に100人ぐらいなるよ。徳島で友達100人できるかな。それは無理でももうすでにこうやって仲間ができました。満員ですって追い返された。そう、そこそこということで2軒目に移動しています。その噂の学友 S ちゃんと先日行ったけれど入れなかったお店です。うん、ここ徳島のイケてるスポットナンバーワンじゃないでしょうか。バー余白と言います。あ、うわすごい、これいいぞ。え、とか兄さん知ってたの、ここの店知ってるよ。あ、もう来たことないの。私は来たけど入られへんかって。へえ。電話してみたけど電話寝てるかもしれない。そりゃそうや。そうこうしていたら S ちゃんからコールバックです。いや、そんなことが行われてるの、ヨガの帰りじゃなかったらすっ飛んで行ったのにって、汗だくで行けないって。とりあえず兄さんと電話を代わっておきました。いや、もう寝ようと思ったら寝てる場合じゃなくて、うん、私がね、寝る支度をしてるところやって言ってたら、もう寝てる場合じゃないやろって、来なさいよって兄さんに言われたんですけど、その状況を説明してらっしゃいます。ほんとそうですよね、寝てる場合じゃないんですよ、こんな奇跡の夜に。もうね、この歳になったらこんな奇跡が次いつ起こるかわからないんですよ。奇跡ばっかり起こってますけどね、その一つ一つの奇跡を大事にしていかないと。たった一度の人生だから、明日死ぬかもしれないよ。話できてよかった、ありがとう。いやいや、こちらこそ。すごい喜んでた。うん、もうヨハンの帰りじゃなかったら絶対飛んできたのにって次誘ってって言って、うんうん、やるやろ。もう遊びができたからみんなで。そう、やなんか集まる集まるがいい。今の徳島が楽しくなってきたって言ってた。よかった。神山でバーベキューしたよ。ね、いいね。やるやろ。なんなのこの和気あいあい、学生時代みたい。いや、もう体調不良なんかしてる場合じゃないってば。神山でヨガって何よ。動画でやってみんなで。ああ、そういうことか、動画で。っていうかさ、モラオの一言でさ、テンションがだだ下がりなんですけど、酔っ払いのヤクザやん。ヨガやれよヨガって。お里が知れる。これで私に柄悪いとか言うんですよ。大阪南の柄の悪い女とか言って腹立つでしょ。ベランダ
が広いんで、バーベキューできるし、あとね、変わらずできる。あと俺、これの免許取るから、キャンプファイヤーできる。そうか、撮ってバーベキュー、うん、動画的にはすごい。スカニコなんか食べられへんから。俺シビ食えるんだよ。あ、そう、私食べる食べないは置いといて、鹿を撃ち落として裁くなんてうちの夫にできるわけないでしょ。何言ってんだか。あれでも処理の仕方でない、はい、特殊マスターズで処理法ですね。ジビエ多いよね。マイクをしたら美味しいでしょ。ジビエバーガーとか、うん、すんごい体にいいんだよ。バーガーはいまいちかもしれない。まあ、ジビエは無理としてもバーベキューできたらいいよね。せっかく徳島にいいんだからね。自然がもったいない。第1回おじさんおばさんの会です。この仲間の名前を考えているところです。しかし楽しそうないい写真が撮れました。おじさんの会や。匂うて、うん、まあ、美味しい。兄さん一緒よ。美味しいね。一緒一緒。男の人にミント好き珍しいね。超癒してくれるらしいよ。ペパーミントオイルの腸溶性カプセル剤があって、これ読もうと思ったけどなんかつまらんから、興味ある人だけ読んでください。ちょっとでも体にいいかなと思って頼んだけど、そもそもミントが好きです。めっちゃ美味しかったこのお酒。気分で腸が悪いような気がします。メンタルでしょ。楽しいことしてたら、ね、多いけど、ね、ビドンのバッグだったら治るかな。治らない。治らない。そんなんだよ。優しさやと思う。優しさが足りひん。ここも優しいとか言うけど、優しさが足りひん。夫のサポートが必要や。妻のね、病状が良くなるためには。だそうですよ。そうやな。都合が悪くなるとすぐこんなのね。これ今ビデオだよ。あ、ビデオだ。ビデオも写真も。カーテンつくね。ほんま感じ悪いねん、このおっさん。もらおう。あなたが原因の不原病なんですよ、私は。何年ぶりぐらい？もうすごい。じゃあもう17、18。兄さんが退職後もつながってたのは私やから、モラオに感謝されなあかん。私はで、私もご無沙汰してたから、いとこのお兄に感謝せなあかん。いとこのお兄とつながってくれてた池上の兄さんにも感謝せなあかん。そしてその種をまいてた私にも感謝やから、結局私に感謝。これから楽しくなりそうです、徳島が、ね、リアルの流儀が。よろしくお願いします。おじさんたち、おちゃんからすればもう俺なんか相当おじさんが、だってもうね、若い時は結構年上って感じでしたけど、今もなんか同年代おっさんって感じ。こっちが近い、50、60一緒やけど、もうあの結婚した時はすげえ離れてるからあったけど、旦那と、うん、今ないもんね。今ないだろうじゃないよ。ボケ老人みたいになってるくせに、そんな人に言われたくない。そして兄さんも失礼。とんでもないぐらいのジェネレーションギャップあるわ。救済さどころじゃないから。10と59なんてねえや、そんな。まあまあ、俺らはさってすぐ一緒に住んでた。普通かもしれない。いや、ちょっと待って、めっちゃ腹立つんですけど。一緒じゃないからね、皆さん。過去動画を見てくださってる皆さんに委ねてみた。一緒？50と60って全然違いますよ。何言ってんだこの人は。違うよ。感覚的には一緒かもしれませんけど、体にガタガタ。いや、体は私の方がガタが来てるから。こっちの方が元気よ。お互いにガタが来てる。そう、スクラベル。っていうか、まあ私も外見、そして内臓系老化が激しいし、私の方が老いてるかも。あれ悪い、更新現象ね。それは不摂生やからよ。運動不足。毎日スイーツは 2,3 個当たり前に食べるからね。前立腺肥大の全然痛い。症状が出て、おしっこ。頻尿。一日十何回おしっこ。夜間はめっちゃ行く。行く。それはちょっとね、肥大してます。何の話？うん、お兄、とりあえず泌尿器科行こうか。飽きたかな？塩息子にお迎え頼みました。おい、どこ行くね？うわ、よう来るわと思って。自分は行かないよ。明日あるから。ほな、また今度する。私といとこのお兄だけやったら確実に行ってたね。徳島ラーメンは次回のお楽しみ。ほな、もう僕はこれでいいよ。なんで食べて帰るん？いや、食べてあらんけど。ほな、行こうよ。乗せちゃって。いいですか？いい、アミさん覚えてない？いや、大きなって。親戚のおじさんか。なんと立派な。覚えてないか。いや、覚えてない。覚えてないよな。抱っこしてもうたんやから。そっくりやろ。
うん、似てる。どっちに？いや、でも両方とも似てる。そうやろ？うん。車一人だよ。あ、ごめんな。いや、人引かへんかと思ってヒヤヒヤするよ。今後ともよろしくお願いします。うん、またね、お兄さん、はいはいはい、再会を祝して。ありがとうございました。また、お疲れ様でーす。はーい。いやー、楽しすぎたわ。名残惜しい。有意義やった。奇跡が起きた。いやね、人間関係はむやみやたらに断捨離してはいけない。これから就活していく上で、むしろ増やしていきたいと思う。人間関係を学び大きい夜でした。2023年の1月の何日かわからんけど木曜日、ゴミ出しに行っています。1日1外出、ゴミを出しに行ってポストを見るだけで OK っていうゆるゆるの決まり事です。昨日久しぶりに会った先輩に大人になったなって言われた。めっちゃうまいこと言うと思わへん？すなわち老けたっていうことやろ。もう私も50だからね。もうすぐ51だから。50歳捕まえて大人になったなはないよな。顔色がね、もう黄色いんですよ。もう横断出てるから。おでこもハゲ上がってるから。もうね、もう体もどこが虫歯まれてるかもうわからへん。すごいわこれ。宇宙人みたいやもん。あー、ゴミ出したついでに、なんかいつもの勢いでちょっと散歩行ってやろうかって思ったり、ちょっと一瞬頭よぎったけど、やめとくわ。これ家の中でおった格好そのままで出てきてるし、フリースにダウン、下ジャージやから冷えて冷えて寒いわ。あー、お腹痛、腕だる。もう宅急便の嵐ですよ。今日も何回来たか、ビンポン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 。ちょ、押すの忘れてるし。これお弁当買った時用のエコバッグやと思います。楽しみ。これずっと探してたテイクアウト用のエコバッグです。こだわりの買い物です。次はね、夫のワイシャツも届いてたね。んで、スマホのケースも届いて、オーダーしたやつがなかなか届かへんからって言って700円のやつ買ってね、それがめっちゃ気に入ってて、もうそれでええわとか思ってたんやけど、その後すぐに来よってからに腹立つな。それ買ったら夫も息子も買うとか言い始めて高くついてます。ただいまと。もう夫が早く帰ってきそうな気配やから、でご飯作らなあかんけど、あの編集頑張っとかへんかったら、あの明日もしかしたら息子とねコストコ行くかもしれないんですよね。やったね、ラッキーって感じ。塩息子ソルト行くのがやったねっていう、息子出来合いな母ではなくてコストコ出来合いなおばはんです。誰がおばはんやねん。じゃーん、これこれ、私が愛用しているレジカゴバッグのアンジェっていうね雑貨屋さんのボンモメント、分かれへんねん読み方が。これ畳み方、このお気に入りのこれがついたレジカゴバッグのブランドで、コンビニの弁当入れ。あ、思ったよりちっちゃいか。あの四角い形ですごい入れやすいけど、これでは弁当の大きいのが入らへんわ。失敗した。どんだけでっかい弁当買うんやってね。これの一回り大きいやつがあるから、それをまた買おうか。これはこれでなんかたこ焼きとかお好み焼きとか、コンビニ弁当のサイズやったら入るけど、デパートのちょっと豪華な弁当とかこれ無理よ。だからサイズもその弁当のサイズに合わせて持っといた方がいいかもね。エコバッグ大好きです。各サイズ取り揃えていろいろ使い分けていきたいと思います。テイクアウトでなんとか乗り切ろうと思ってるから。そう、閉店間際のスーパーとか道の駅とか行かないと。もう編集して家にこもってる場合じゃないんだよ。そういうのもうまく活用していかなあかんから、散歩がてら車で行って店の中を歩いて、手作りのお弁当を半額で買ってきて手抜きして美味しいものを食べるっていう、体にいいものを買ってくるっていう風にしないとお腹痛い。コンビニの弁当は体に悪いけど、手作りの弁当はまあまだマシでしょう。うん、味付け濃いかもしれんけど、お料理よりも他にやりたいことがあるからね。上手に手抜きしていかなくちゃ。練習頑張ります。明日コストコ行くかもしれないから頑張ります。お腹痛くても行きます。お腹痛くてもやりたいことやらないと明日死ぬかもしれないよ。なんつって結局寒波のせいでコストコ行きはキャンセルになりました。残念。最後はメンバーシップのお知らせです。リアルのメンシップ、メモリーハウスリアルは3つのレベルに分かれております。リアル交流290円のレベルにご入会いただきますと、メンバー限定の動画やライブをお楽しみいただけますので、よろしければご検討くださいませ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。Twitter、インスタもやってます。それではまた。
サブチャンネルリアルの喋りの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。